1912年頃のドゥブロブニク市電ザグレブの博物館に保存されている車両ドゥブロブニク市電はかつてクロアチアの都市ドゥブロブニクにあった狂気の路面電車の路線である。オーストリア・ハンガリー帝国時代、当時ダルマチア地方に敷かれていた狂気鉄道の駅があったグルージュと距離が離れていた旧市街を結ぶ手段として市電の建設が行われた。 市電の開業は1912年12月10日で、期間は760ミ、mm、リメートルであった。この期間の市電は、サラエボ市電と共に、稀なケースで、当時ダルマチア地方に敷かれていた、狂気鉄道と同じ期間で、貨物車両の転用は可能であった。1系統は、鉄道駅から、旧市街のピレモンまでを結び、2系統は、ピレとラパダを結んでいた。九百六十年代、 観光客による道路交通の増大によって、市電を維持することが困難になってきた。市電は交通を阻害するものとみなされていた。最後の営業運転が行われたのは1970年3月20日で、翌日にはさよなら運転が行われている。その後、廃止された市電で車両のブレーキの不具合から事故が起きている。 1910年から1970年までの60年間で市電が運んだ旅客数は1億人に達する。現在のドゥブロブニクの市内交通は路線バスによって担われている。ドゥブルブニク市電の車両はオーストリアのシマリング・グラーツ・パオッカーが電気設備はチェコの発明家フランティーシェック・クリズイィックが設立した企業によって設置された。車両が 最後に配備されたのは1963年で、スラボンスキブロドノドゥロディコビッチの工場からであった。ドゥブロブニクシデンで使われていた車両は地元で保存されているほか、ザグレブの技術博物館やクラーツにあるトラム博物館で保存されている。ありがとうございます。